はい、始まりました。Jロンチャンネル。今回は、信州ダービーは日本一のダービーと言われるのかというテーマで、お話ししていきたいと思います。まず、出演者の、ご紹介です。ノンフィクションライター、写真家の宇都宮哲司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私、佐藤勲、YSCC 横浜を担当して取材をしています。よろしくお願いします。で、今回、この信州ダービー、AC 長野パルセイロと松本山雅 FC の対戦のことを指していまして、今度の5月13日、JSC 第10節で長野ホームで、開催をされます。で、これがですね、昨年も非常に盛り上がったということで、観客動員数が長野ホームで 13,244 人、松本ホームで 15,912 人というふうになっています。で、こちら去年、宇都宮さんが取材をされたということですが、実際にその現地で取材をされて、その雰囲気というものはいかがでしたでしょうか。まず長野ホームですね、長野ユースタジアムで、最多、入場者数だったんですよ。まずびっくりしたのが、もう長蛇の列、スタジアムで、延々と長蛇の列ができていて、まあ、何回か行ってるスタジアムだったんですけれども、あ、こんなにお客さん入るんだっていうね、まずそこに驚いたということと、でもう一つ、長野市はまあ寺町で、まあ、善光寺なんですね。善光寺は非常に観光客がたくさん来ている中に、緑色の松本山雅のユニフォームを着た人が結構ちらほらいたっていうのが、これが結構新鮮で、それまでずっとカテゴリー違ってたわけですよ。2011年の JFL を最後に、ずっと松本と長野はすれ違ってダービーがなかったんですね。で、どれだけ松本から長野にお客さん来るのかなと思ってたんですけれども、まず善光寺でたくさんそのグリーンのユニフォーム着たサポーターが来てて、あ、これ本当ダービーの風景だなと思ったんですね。そこからしてまずなんかこう、取材者としては非常にテンション上がるわけですよ。昨年のダービーの時は、まあ11年ぶりってこともあって、ね、同じ県内だからあんまり行かないんだけども、善光寺見てみようかみたいな人たちが松本から結構来てたと。いうところで、入場者数もさることながら、その試合前のダービーの雰囲気っていうのが、そこかしこで感じられたっていうのが、まず新鮮でした。ああ、もう始まる前から始まっていたというか、そういう感じだったんですね。そうそう、試合自体は夜のキックオフだったので、昼、ちゃんと観光して、ご飯食べて、で、じゃあスタジアム行くぞって言ったら、わあ、すごい行列、そんな感じですね。で、実際、試合の方、宇都宮さんが撮られた写真を拝見しますと、すごい勢いで、こう、タオマフをすごい振っていたという感じで、はい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 、日本ではもう見られないような風景だったと思うんですけど、その試合の方の方はどうでしたか？スコアレスドローに終わったんですけども、全くなんかこう退屈しないどころか、もう本当手に汗握る展開がずっと続いてて、使い古された言い方ですけども、インテンシティが非常に高い試合で、一瞬も気を抜けないような、このクオリティとこのインテンシティがこの J3 で見られた。で、なおかつこんだけお客さんが入っているっていうところに、これやっぱ本物だなと思いました。11年前の JFL の時もよく覚えてるんですけども、あそこからさらに両者、まあ、両クラブいろんな歴史を積み重ねて、まあ今があるわけですね。で、初めて J クラブとして同じカテゴリーで戦うってことになった時に、長野は松本に負けられない。松本はやっぱ長野に負けられないって。両方やっぱりこうすごいガチンコな、やっぱり戦いを見せる他ない、そういう状況だったわけですよね。だから本当に見応えがあったし、わざわざやっぱり行ってよかったなという、そういう試合でしたね。もう試合が終わった後、その取材から帰られる時も結構街中大変だったじゃないですけど、ちらほらとそういう人見かけたって感じですか？最後は、友達の車に乗っけてもらったんで、そんなにこう、最後はみんな静かに帰ってきましたよ。別に。まあ、引き分けに終わったっていうのもあったと思うんですけどね。心地よい余韻を感じながら帰っていた記憶があります。その試合なんですが、もう本当に J3 では考えられないその動員数を誇っているという戦いなんですが、うん、これがもうなぜそれが、そういうことが起きたのか、なぜ盛り上がったのかというところなんですが、まあ、おそらくそれは両チームの関係性というものがあると思うんですよね。ですので、うん、その長野と松本それぞれの歴史をお話ししていただきたいんですが、どういった歴史がこの両者にはあるのでしょうか。両者とも割と県リーグ、地域リーグは北信越リーグですね。のこう上がってきた、はい、まあ歴史があるんですけれども、長野パルセイロは、設立年が、1990年なんですね。下から上がってきたクラブの中では、まあ、非常に歴史がある方なんですけれども、それに対して、松本山雅は、さらに歴史古くて1965年なんですよ。ただし、実はこれはちょっと理由といいますか、からくりがありまして、もともとは、喫茶山雅という、当時、松本駅の近くにある登山仲間が集まるような喫茶店があったんですね。そこの、で集まっている常連さんたちが、あ、じゃあサッカーやろうかっていうところから始まったんですね。
お店ができたのが1965年で、お店ができた年を実は設立年にしている。サッカーの活動はもっと後なんですよ。でもなんかそういうのって今回すごくいいなと思って、なんかこう、1秋で60ミュンヘンみたいな、なんかそんな感じでね。そういった、歴史的にはそれなりにそれぞれ持っているというのがまずあります。両者が初めて対戦したのはですね、公式戦で言うと、おそらく2006年の北信越リーグが、ダービーとして意識して、試合したのは最初だったというふうに聞いてます。2006年の、北信越リーグ一部ですね。で、ここで、当時はパルセールはまだ長野エルザって名前だったんですけども、長野エルザが3位、松本山雅が2位、で、1位が、ジャパンサッカーカレッジっていうね。ちなみに下を見るとですね、4位が清源金沢、5位がエルゴローザ石川、新潟経営大学、上田ジェンシャン、ペイヘンツという、まあそういった、チーム名があってですね、実はその頃からも北信越っていうのは地獄の北信越と呼ばれてて、ここをまずこう1位で突破して、でなおかつ地域決勝で上位 2チームとかに入らないと JFL に行かなかったっていう、なかなかこの両方とも足の引っ張り合いをしてたっていう、そういう時代が長かったですね。まあそういった因縁が一つあります。で、もう一つは、両クラブともやっぱ上を目指すっていうところの中で、どうやったら自分たちのチームが盛り上がるか、どうしたらお客さんが入るかって言ったときに、もともと長野市っていうのはまあ北信、北の信州って北信っていうんですけども、北信っていう地域で、松本市っていうのは中心という地域なんですね。はい。で、北信と中心はなんかあんまりこう、仲が良くないっていうよりも、あんまりこう、それぞれがあんまり関心持たないっていう、だからちょっと意外になってるわけじゃないんですけども、歴史を紐解くとですね、これ明治維新後の、まあ、廃藩置県っていうのがあったわけですね。廃藩置県っていうのは、最初からこう、今の47都道府県になってるわけじゃなくて、最初細かい区割りがあってですね、それがだんだんこう合併していって、今の47都道府県になっているんですけれども、最初、松本がね、千曲県っていう県都だった。はい。が、統廃合があってですね、千曲県って消滅して、岐阜県と長野県に分割されてしまうんですね。そういったこう歴史的な背景もある。そういった中で、はい、まあだからといって、じゃあ、松本長野の人がね、仲悪いってわけじゃないんだけれども、これってちょっとなんかこの、ダービーというものを考えたときに、ちょっとギミックとして使えるんじゃないのって考えた人は多分いたと思うんです。あと、もう一つ、長野ダービーと言わずに、信州ダービーって言ってたら結構ミソなんですよ。長野ダービーって最初呼んでる人たちもいたようなんですけども、長野って言ったらもう長野パルセールじゃないですか。そうじゃなくて、その、信州っていうものをむしろ使って、信州ダービーにしようよって、これ松本のサポーターが言い出したことなんですよね。そこから定着していきました。まあそういったこの、なんでしょうね、ギミックがあり、その、故障があり、そういったものがこう、形作られていったのが、今からもう20年近く前ですよね、2006年から。もうその頃からもうすでにもう出来上がってたと。まだ北信越リーグの時代。まだ当時 J3 なかったから、北信越リーグって4部だったんですよ。J1、J2、JFL、地域リーグね。はい。その4部の時代から、もうすでにそのライバル関係っていうものと、相手倒して優勝しないとこの地域決勝に行けないという大変さ。で、あと、やっぱりその、いろんなストーリー、地域にまつわるストーリーっていうのがうまく絡まって、4部リーグのアマチュアのチーム同士でも盛り上がるっていう。下地ができたわけですね。だから、たまたま同じ県で J くらいは2つあって、じゃあ盛り上がるためにいろいろとなんかこう、煽ったりとかね。はい、それがなんかこう煽りすぎて、こう、なんかちょっとこう、喧嘩になったりとかってあるじゃないですか。これ違うんです。はい、最初からすでに出来上がってた両者が J に行ってるから、そこが他の J クラブダービーとは一番違うところ。あれですよね、なんかヨーロッパ的というか、その、お国同士の戦いじゃないですけど、その廃藩置県もお国同士なわけです。そこのやっぱり背景と、うん、そこがやっぱ大きいって感じですね、ここは。そうですね。地域ではそれぞれ地域性があって、なおかつ歴史ってあるじゃないですか。はい。あんまりそういうところってこう、そうね、首都圏とかに住んでると意識することないと思うんですけども、やっぱ地方には地方のやっぱりこう、歴史があって、割とこう意識をする瞬間っていうのはあるわけですね。なので、そこをうまく取り入れて、無理やり作り上げたストーリーじゃなくて、みんなでこう、育て上げたダービーっていうのがこう、外から見てすごく感じるところです。そういうところはなんかすごく文化を育てるっていう意味においてね、やっぱりいいな、素晴らしいなって思いますね。まあ今年のその試合に関してなんですが、まあ現在まあ両チームともその J2 の昇格争いをしているということですので、うんうん、まあさらにそれが
今年のダービーは盛り上がりをさらに増すのかなと思うんですよね。まあ、もしかしたらですよ。来年はもう、両チームと上がって J2 で実現するかもしれない。まあ、いずれそれが起こるかもしれないと思うんですが、そうなってくるとさらにこのダービーも盛り上がってくるかなと思うんですけど、あんまりね、カテゴリー関係ないと思います。言っちゃあれですけど、J2 に行ったからさらに盛り上がるとか、あるかもしれない。けれども、現段階で J3 でさえこれぐらい盛り上がってるっていうことの方が僕は大事だと思う。あ、うん、自分がサポートしてるクラブ、それ J1 に行ったら、それはすごく嬉しいし、サポーター盛り上がると思うんですけども、いわばカテゴリー関係なくそのクラブを愛するように、ライバル関係っていうものも、どのカテゴリーであれ、ダービーがそこで行われるんであれば、盛り上がるわけですよ。それがたまたま前は地域リーグだったり、JFL だったり、で、11年経って、今度 J3 で復活したってなったから、あれだけ盛り上がったわけで、それまでずっとすれ違ってたわけですよ。もちろん彼らは、まあ、上を目指してるわけで、そこはそこで頑張ってほしいんですけども、いずれ J2 とか J1 でダービーできたらいいなと思いますよ、僕も。思いますけども、はい、それ多分ね、50年とか100年ぐらいのスパンで考えるべきストーリーなのかなと思います。そこに両者が上がっていくっていう、それを見続けるってことが楽しいというか。うん。そのありますしね。参考になるかどうかわかんないですけども、この間ね、水戸ホーリーホップの小島社長にインタビューしたんですね。はい、いつか、やっぱり、水戸がちゃんと J1 に上がって、鹿島と茨城のダービーやりたいと。で、そのためにも、鹿島が落ちてくるんじゃなくて、水戸が上がるまで J1 で頑張ってほしいし、ずっと強い鹿島でいてほしいって言ったのね。ああ、はいはいはい。鹿島に、やっぱりこう、自分たちで挑戦したいってことを言ってて、ああ、いいこと言うなと思ったんですよ。まあ、本当はね、去年どちらもね、なんか嫌だなと思いながらね、ダービーやった部分もあったと思う。松本からすれば、うわぁ、J3 落ちちゃった、長野とまたやるのかよだし、長野からすれば、やるんだったらね、上がってやりたかったのに、J3 かよってやったら、どっちも持ってる。それはお互い様。だからそういう意味で言うと、まあ、どっちも上がってほしいし、それは J2、J1 でまたダービーできたら、すごく最高だけど、でも、さっきも言ったように、とはいえ、カテゴリー関係なく盛り上がるのは、この両者だよねっていう、そういうことですね。でこれちなみになんですけど、この5月13日にその J3 の第10席があるんですけど、うん、その前に5月7日に、天皇杯。そうですね。ここがまたこの試合っていうことに関してはすごいこう、まあややこしいことになるかなとは思うんですけど。去年も確かそうだったと思う。去年もそうです。はい。うん。なんで続くんだろうなと思ったらもう単純な話で、まあ、J リーグの日に近いところでダービーで盛り上げたいっていうのがまず一つと、ちょうどその時期に天皇杯の、ね、都道府県代表を決めるという、それだけなんですよ、この続いちゃうっていうのは。ばらけて欲しかったな、なんかちょっと。今年はちょっと愛媛ダービーの僕その日取材行くんで、ちょっと残念ながら、はい、長野対松本は見に行けないんですけれども、まあ、いい試合になることを期待してます。では、ちょっと告知タイムということでして、内山さん何か告知みたいなものはありますでしょうか？14日に、初めてちょっと今治の、里山スタジアムに取材に行きます。あ、まあ、そこでこの、はい、今治対愛媛のダービーちょっと取材に行ってきますので、現地にいらっしゃる方、お声掛けいただけたらと思います。で、あと、今ちょっとその J リーグの歴史に関する本をですね、出筆してまして、もう間もなく出筆の完成するかなと思うんですけども、出版は多分今年の秋ぐらいになるかと思うんですけども、まあちょっと気長にお待ちいただけたらと思います。あとは、宇都宮鉄一ウェブマガジンというのを運営しておりますので、ご興味がある方、ぜひちょっと覗いてみてください。という感じですかね。私の方の告知なんですが、横浜本木フットボールマニアックスという、YSGC 横浜に関する、記事をタグマの方で書いておりますので、ま、長野、松本両方とも対戦しますので、そのことに関する記事もありますので、もしよろしければご覧ください。ということで、最後、無茶ぶりになってしまいますけど、どういったことに期待したいと思いますか、今回のダービーは。やっぱりたくさんのお客さんに来て盛り上がってほしいということと、まあ、結果はどうあれ、やっぱり J3 でもこれだけ盛り上がるんだよねってことをね、なんかもっと多くの人に知ってほしいなと。現地行けない方もちょっとダゾーンでぜひご覧いただきたいなと思っております。いい試合になることを期待しています。はい、じゃあ今回はありがとうございました。ありがとうございました。